はい、こんにちは、レトスノーノです。今回なんですけども、宅建合格するための7つの秘訣ということで、合格するために必要な7つの要素を今回お伝えしようと思います。で、今回の動画ではこの7つの要素を一つ一つ細かくお伝えするともう相当長くなりますので、全体像をお伝えできればなと思っております。で、ここでお伝えをする7つの要素っていうのは、これ一つでも欠けちゃうとうまくいかないんですね。実力って上がらないんです。重要なことは7つ全てを一定レベルまで上げるってことが重要なんですね。ドミノ倒しちょっと考えていただければ分かりやすいと思うんですけども、ドミノの駒を7つ、ちゃんと並べていれば全て倒れて、ドミノ倒しは成功しますよね。で、一方で、ドミノが1つでもちょっと間隔が広かった場合、それでドミノ倒しってこれ倒れなくて失敗しちゃうじゃないですか。これと一緒なんですよね。宅建の勉強においても、この一つ一つの要素というものがドミノ倒しの一つ一つの駒だと考えてください。一つでもうまくいかないと、そこで倒れなくなって実力が上がらないってことになっちゃうんですね。すべて倒すことによって実力は上がる、点数に結びつくということなので、今回の動画および細かい内容の別の動画ご覧いただきながら、自分の課題点って何なのか一つ一つ抽出していただいて、改善していただければと思います。で、まず一つ目なんですけども、勉強時間ですね。これいつ勉強するかってところなんですけども、この勉強時間をちゃんと確保できていなかったら、どれだけ勉強のやり方が効率的であって、また教材が非常にいいものであって、また、集中できる場所もあったとしても、勉強をやらなかったら実力って上がらないじゃないですか。だからちゃんと勉強時間を作って勉強をやるということは一つの要素となってきます。なので、この勉強時間についてはどうやって勉強時間を作っていくのか、つまり勉強時間を作れていない、忙しくて勉強できないという方は、ぜひこちらの動画参考にしてください。で、二つ目ですね、勉強場所です。勉強場所、これもですね、人によって集中して勉強できる場所って違うんですよ。私の場合だとですね、ファミレスだったりとかマクドナルドとか、そういったところが集中できるんですね。自宅だと全く集中できないんです。これはもう本当人によって違いますので、自分自身で試しながら探していくのがいいと思います。これもちゃんと集中できていない勉強場所で勉強したところで実力って上がらないんですよね。やはり集中して勉強した時間、これが勉強した時間なんですよ。例えばテレビを見ながら集中できずに1時間勉強したとしても、その1時間っていうのは集中して勉強した1時間とは全く質が違います。おそらくそれだとほとんど勉強していないに等しいぐらいになっちゃうんですよね。本当に時間がもったいないです。なので、集中して勉強できる場所、これもすごく重要な要素になってきます。で、3つ目ですね、教材です。何を使って勉強するのか、言い換えると、情報源って考えていただいても大丈夫です。おそらく多くの方が市販の教材、もしくは、予備校を通っているのであれば予備校から支給される教材を使って勉強しているでしょう。テキストと、過去問集ですよね。で、この教材を使ってちょっと確認してほしいんですよね。あなた自身その教材を使って理解できているか、あ、なるほど、そういうことなのかって分かるかってところがすごく重要なんですね。私自身は市販の教材を使って勉強してました。で、テキストと過去問集、テキストとかは5冊ぐらいありましたね。で、過去問集は2冊ぐらいだったかな、使いながら私は勉強を進めていました。で、初めから5冊あったわけじゃなくて、初めは1冊だったんですね。ただ、わからない部分を調べたりする上で、載ってないからまた新しいの買って、で、それにも載ってないからまた新しいの買って、みたいな感じでどんどん増えていった結果、5冊ぐらいになったんですよ。ただ、結局その5冊を読んだとしても、私自身は理解できなかったんですね。なので、とりあえずは、わからないけれども、過去問集の解説とかを暗記しよう。テキストに書いてある重要ポイントを暗記しよう。みたいな感じで勉強を進めていきました。で、その後、私は過去問を解いてみました。やったことがない過去問ですね。12月から、1月だったかな ?12 月か1月くらいから勉強を始めて、4ヶ月間思いっきりですね、暗記してきました。テキストと過去問集を暗記していって。で、初めて解く過去問を解いてみました。そしたら結果は18点か19点だったんですね。もう私自身、大学受験もしてます。高校受験もしました。その時よりも勉強したかぐらい勉強したんですよ。
でも全然点数取れなかったんですね。そこで気づいたことがあって、それは丸暗記学習だったら合格できないな、つまり今の勉強の仕方、テキストをとりあえず覚える、わからないけどもとりあえず覚える、過去問もとりあえず問題と解説をわからないけれどもポイントを覚えるみたいなやり方をしていては、これ合格できないな。4月だったんで試験日まで約半年ありますね。半年あったとしてもこれ合格できないって私はその時気づいたんですね。これまで3ヶ月か4ヶ月本気で思いっきり勉強してきたにもかかわらず18点か19点これだったので、もう絶対無理だと思ったんですよ。なのでやり方を変えたんですね。そこでどういうやり方かっていうと、卓研の教材ではなくて専門書だったりとか、専門的な内容が書いてあるホームページだったりとか、そういったところを調べながら勉強を進めていったんですね。もちろん時間はすごくかかりました。時間はすごくかかったけれども、それやらないと合格できないって私は気づいたので、私はそれをひたすら続けました。そしたら実力が上がってきたんですね。つまり教材もすごく重要になってきます。つまり情報源ですよね。情報源、どっから情報を取ってくるのか、すごく重要になってきます。この情報源間違ってしまうと結果的には丸暗記学習になっちゃうから、合格って難しいんですよね。なので3つ目の要素として、この教材、情報源、これはすごく重要な要素になってきます。そして4つ目、やり方、勉強のやり方ですね。どのように勉強をやっていくのか、これもちょっと先ほども触れた丸暗記学習じゃなくて理解学習をするんだっていうところにつながってくるんですけども、やはり理解をしながら学習するってことをやっていかないと一向に点数って上がってきません。先ほども言った通り、丸暗記だったら全然点数上がってこないですね。勉強時間もめちゃめちゃ作って勉強して、さらには集中して勉強したにもかかわらず点数上がってこなかったんですよ。それはやはりもうこっちの教材ともつながってくるんですけども、理解をしながら学習できなかったというところなんですね。でさらにもっと細かいことを言うと、このやり方については3つに分けることができます。計画、実行、確認ですね。で5つ目のポイントの計画、これ計画ちゃんと立てないと後で時間がなくなっちゃうんですよね。例えば、試験日まで、半年ありましたと仮定しましょう。半年あって、初め権利関係を勉強した。で勉強していく中で権利関係ってやはりなかなか難しいんですよね。で分からないからずっと権利関係の勉強をしていって、4ヶ月ぐらい経ちましたと。でやっと権利関係分かったと思ったとしても、残り2ヶ月しかない中で宅建業法、法令上の制限、税その他、これをやんなきゃいけないって、これもうほぼ時間的に無理なんですよね。だからちゃんと合格するために必要な計画を立てないと合格は難しくなります。試験日までの期間から逆算をして、あ、この時までに権利関係を終わらせなきゃいけないな、この時までに宅建業法を終わらせなきゃいけないな、この時までにとりあえず一通り終わらせなきゃいけないなみたいな感じで、試験日までの期間を考えて逆算して考えていかないといけないんですよね。試験日までこれぐらいあるから、とりあえず1週ではこれぐらいの期間でやんなきゃいけないな、で2週目これぐらいの期間だな、で予想模試の期間だな、じゃあ1週目についてはこんだけあるから、じゃあこの中で権利関係で割り当てられる期間というのはこれぐらいだな、で宅建業法これぐらいだな、法令上の制限、税損がこれぐらいみたいな感じで細かくしていくんですね。そしたら1日の計画って大体わかるじゃないですか。あ、じゃあ今日はこれぐらいやんなきゃいけないな、明日はこれぐらいやんなきゃいけないなみたいな感じで逆算をして細かくしていく、こういったやっぱ計画立てておかないと時間がなくなっちゃった、後で焦っちゃうってなりますので、そうならないためにも計画ってすごく重要です。でここで計画を立てたはいいけれども、勉強しなかったらこれ合格できないですよね。なのでこの6番では計画倒れしないようにするための方法についてここではお伝えをします。でその後は確認に入ります。勉強を続けていたとしても課題が克服されなかったらどこか抜けてるわけなので、結局実力上がらないわけなんですよ。だから一定期間勉強したら確認作業をして、どこか抜けているとこないかな、どこか抜けているとこないかな、課題点ないかなって探していって、課題点を見つけて、でそれを踏まえてまた計画を作り直す、このサイクルをどん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 回していくんですね。そうすることに実力は上がってきます。実際弊社の個別指導の受講者さんでもそれをやってるんですね。多くの方が初め、受講者さんが思っていた
課題、もちろんそれも課題なんだけれども、それ以外の課題が、お客さんとのやり取り、個別指導の中でやり取りをどんどんしていくんですね。やり取りをしていく中でたくさん課題見つかってきます。それを一つ一つ潰していくんですね。課題を潰していきます。そうすると穴がどんどんなくなっていく。そうすることによって実力上がっていくんですね。なのであなたもこの7つの秘訣をちゃんとやっていくことができれば実力を上げることができます。これは予備校生だったとしても、独学の方であったとしても、通信講座の方であったとしても、みんな同じです。予備校に通ったらそれで合格できるかって、そうじゃないですよね。今言ったこの7つっていうものをちゃんとやっていかないといけない。もしそれができなかったら、予備校通っていたとしてもやはり合格するのは難しいんですよ。なので自分自身振り返ってみて、何か課題点がないかな、一つ一つ探しながらぜひ勉強を進めていっていただければと思います。で、細かい動画についてはこの動画の下の概要欄に貼っておきますので、自分課題点になるなと思う部分ありましたらぜひ参考にしてみてください。また自分自身が思っていない部分でやっぱり課題点ってあったりするんですね。なので、できれば全部7つの動画ご確認いただければ、一つ一つの精度を上げることができますので、参考になるんじゃないのかなと思います。もし一つ一つの項目動画見ていただいて、これを全て自分自身でやるっていうのは難しいなと思われたのであれば、私と一緒に勉強するっていうのも一つの選択肢として加えていただければと思います。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認いただければと思います。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。あなたが合格できることを願っております。レトスの小野でした。